セレッソ大阪の推進力本当に一段上がりますもんね。左サイドは本当に左サイド両翼とも本当に素晴らしいですし、カピシャープ選手、はい、奥のいいですよね。うわ来た、スルーパスが出る、シュートだ、ここはおパスを選択、先制点レオセアラ、セレッソ大阪先制です。レオセアラは今シーズン13点目を挙げました。いや一瞬スペースが空きましたね京都、ただセレッソはそこで見事についていった、ここ縦に入れて、ね、中央のところで起点をつく、このヒールパスがうまかった。また2列目からね、このブエノ選手打つかなと思ったんですけども、冷静にパスでね、最後エースが決める、セレッソらしいゴールです。ここ普通打ちますよ、しっかり見てますから、素晴らしいアシスト、はい。